ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はファーウェイの最新スマートフォン P30 Pro の販売が Amazon でスタートしていますのでご紹介したいと思います。といってもまだ P30 Pro 自体は国内モデルが正式に発表されていませんので、現在 Amazon で販売されているモデルは並行輸入品の SIM フリーモデルとなります。今画面に表示しているのがその P30 Pro 販売ページとなります。現在の価格としては12万円で販売されています。通常発売直後の海外モデルというと通常よりもかなり高い価格で販売されていて、昨年自分が購入した Mate 20 Pro の場合、発売直後に購入してため価格が15万円程度した記憶があります。ただ現在 Amazon で販売されている P30 Pro、発売直後にもかかわらず意外にも価格は安く12万円となっています。では改めてこの P30 Pro のスペックを紹介すると次のようになります。 CPU はファーウェイのキリン980、 RAM は 6GB または 8GB、 ROM は 128GB または 256GB または 512GB。 現在 Amazon で販売されているモデルは RAM が 8GB で ROM が 256GB となります。12万円と発売直後にもかかわらず安い価格で販売されているため、スペックの低いモデルが販売されていると思いきや、意外にも RAM が 8GB とハイスペックなモデルが販売されています。その他のスペックとしては、ディスプレイが6.47インチ、解像度は 2340×1080 ドット、このディスプレイは有機 EL ディスプレイとなっています。カメラは背面のアウトカメラが合計4つ搭載されています。内訳としては通常のカメラ3つと距離測定用の TOF センサーの合計4つになります。通常のカメラは4000万画素、2000万画素、800万画素の組み合わせで標準広角望遠レンズが搭載されています。実は今回の P30 Pro 最大の特徴がこのカメラにあります。デジタルズームを併用することによって50倍という超望遠撮影が可能になっています。前面のインカメラはシングルレンズではありますが、3200万画素と現在販売されているスマホの中でもインカメラとして特に画素数の多いセンサーが搭載されています。バッテリー容量は 4200mAh、 OS は Android 9ベースの EMUI となっています。ファーウェイの今年のフラグシップモデルだけあり、とにかくスペックの高いモデルになっています。特に搭載されているカメラは望遠撮影に強く、旅行用のカメラとして使うにも十分なスペックを持っています。もちろん広角撮影の方も強く、また暗い場所での撮影も得意なカメラとなりますので、オールマイティに使うことのできるカメラが搭載されていることになります。なお P30 Pro と同時に発表された P30 の方も現在 Amazon で販売されています。ただどういうわけか、意外にも P30 の方が価格が高く約13万円で販売されたりしています。ですので現在 Amazon で最新の P30 シリーズを購入するのであれば、今回ご紹介した P30 Pro がいいかと思います。なお、この P30 Pro は今年国内でも販売されると噂されています。SIM フリーモデルについてはどうなるかはわかりませんが、キャリアモデルとしては昨年 P20 Pro を販売したドコモからはほぼ間違いなく販売されるかと思います。ドコモから販売されるモデルでいいというのであれば、もうしばらく待っておいた方がいいですが、海外モデルでいいので、とにかく SIM フリーのモデルが欲しいというのであれば、現在 Amazon で販売されているモデルはそこまで価格は高くありませんので購入してもいいかと思います。この動画の概要欄には今回ご紹介した P30 Pro 販売ページのリンクを貼っておきます。最新の在庫状況など気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。